そうやって週に1回ゴミを出すんです。今日はね、ちょっと新しい事務所に引っ越ししたんですよ。引っ越したっていうか移動したんで、一緒に通勤してさ、あの事務所紹介するよ。でその後ね、すっごいいい話があるんですよ。 Alright, let's do this. はい、今新しいスタジオに到着しました。じゃーん、ここだよ。 Good job, Bluey。 よっしゃ、ちょっと中見てみよう。 Good morning。 じゃじゃーん、これが僕の事務所です。 Alright。Get your toy. Go get your toy. Go get your toy. Find it. Find it. Find it. Get your toy. Yay! Alice. Good girl. Out. Good girl. なんか一番じゃないんだけど、超大好きなのはこれなんですよ。いいでしょ、このダブルスクリーンなんだけど、すごいんですよ。で見て、これライブやってる時にあっちのカメラに映っちゃうから、これをなんか、ああ今日は本当にね、特別なニュースがあるんですよね。でそれは、大好きなことをやっていく時、めちゃくちゃ大切な、まあ、ルールっていうか参考になるコンセプトがあるんですよ。でそれは、欲と自分の魂に必要なものを見分けるようにならないといけないのね。それについて今日はちょっと話していきたいと思います。Thank you so much for checking out Chris's room! Yay! Hey guys! ね、今日のトピックは、なんか自分がやりたいことがある、ね。新しいビジネスをスタートしたいとか、転職をしたいとか、ね、あと、お金のブロックがある人って、ぜひね、このビデオを見ていただきたいんですよ。どういうことかっていう、お金のブロックっていうのは、例えば優しい方にはお金をもらうっていうのは難しいですよね。だってさ、お金もらうとなんか悪いことをしているっていう意味もあるもんね。なんかあの人、あ、お金もらったら悪いことが起こるとか。まあまあまあ、お金のブロックが今日のトピックなじゃないんだけど、自分がやりたいことね、本当に自分のビジョンを見つけて生きていくとか、そういうことで大切になるポイントはこれなんですよ、ね、どういうことかっていうと、必要なものと自分の人生で自分の魂、自分の生き方に必要なことと、ね、自分が欲しいものを分けるようになるっていうのが超大切なポイントだと思うんだよね。で、ここで気をつけないといけないのが、ちょっとね、一緒に YouTube 見てみよう。英語で引き寄せの法則っていうコンセプトね、をちょっとこうやって Law of Attraction って調べてみると、いろんなビデオが出てくるんだけど、中には結構こういうお金のイメージのやつとか、ね、結構この、永遠にお金が入るとか、ね、お金、またこれもお金でしょ？結構こうやってね、こういうお金とか高級車とか、こういうなんかね、欲みたいな話が、これもお金だよね、結構入ってくるんですよ。で、これもね、そうだよね。レオナルド・キャプリオとかね、こうやって自分お金持ちになる、有名になるとか、これ結構入ってくるんですよね。で、これもお金やな。結構あるでしょ。ね。でね、
自分が本当にやりたいことを仕事にしていく、新しいビジネスをやったりとかね、そういうことに興味があるんだったらね、この自分に必要になるレッスンと自分が欲しいものを分けるようにならないと何が起こっちゃうと思う？そうなんですよ。最初は大丈夫、夢を持っていいんだっていう感じでスタートするかもしれないんですけれども、何が起こるかっていうと、例えば高級車が欲しいんだとか、でっかい家が欲しいんだ、7億円の家が欲しいんだとか、年収ね、月収1000万になるとか、 YouTube でも今見るといっぱいあるでしょ、月収1000万を超えるとかね、やっぱキャッチーなんですよね、みんな憧れているんだよね。でそういう形でね、その欲っていうか欲しいんだっていうのが始まるんだけど、これがね、例えば自分が本当にプランを立てて行動を取っていくと何が起こるかっていうと、よくあるパターンは3ヶ月経っても全然お金が増えないっていう事実が起こるんですよね。で中には半年とか1年の場合もあるんですよ。全然お金が入ってこないんですよね。でいつもなんかジャーナリングやって、ジョギングやってね、瞑想やってね、頑張ってるんだけどね、なんかね、健康やってるんだけど、健康とかマインドトレーニングやってるんだけど、お金が入ってこないわけよ。なんでやねんって。で引き寄せの法則頑張れみたいな感じでやってるけど、お金が入ってこないんやな、ね、なんでやねんって。でここで普通の人の場合は何が起こるかっていうと、私にはできないかもっていう、このなんか新しい旅がスタートするんですよね。で最初の旅の部分では、最初の旅っていうか最初のね、スタートするときは、あ、できるかも、大丈夫だよ、ワクワクみたいな感じでスタートするんだけど、実際に進んでみると今度できないっていう感じで自分の波動が落ちるっていうか、本当に不安を感じたりするんだよね。でこの時に何が起こるかっていうと、ひょっとしたらあなたにはいらない問題を自分の人生に入れちゃうわけなんですよ。でどういうことかっていうと、私にはお金持ちになれないんだと、新しいビジネスをスタートすることができないんだ、私は成功できないんだっていうふうに勘違いなんだけど、そういうことをマジリアルに信じ始めちゃうんだよね。でこの場合ね、98% の場合何が起こるかっていうと、本当に不安を感じてもうできないんだって落ちこもって、何が起こるかっていうと、行動を止め始めちゃうんですよね。でこれ論理的に考えると分かるでしょう。自分のビジョン、自分の夢、自分が進みたいところがあるんだけど、この行動を止めちゃうと何が起こるかっていうと、現実は絶対変わらないわけよ、行動を取っていかないとね。だから行動をやめちゃいけないわけよ。でもね、普通の場合は何が起こるかっていうと、僕には努力が足りないんだ、私はもっと努力しないといけないんだっていう、この自分の防衛システムみたいなプログラム、脳の中にあるね、これがあの switches on、 これがオンになって、自分がもっと努力を始めようになると思うんですよ。もっと努力するのね、もっと effort で、これもね、ちょっと YouTube 一緒に見ようよ、これ面白いんですよ。これね、YouTube でモチベーションって入れるわけよね。でこれは本当になんか世界中で成功したい人たちがよく見るモチベーション、やる気をアップするっていう意味なんだけど、モチベーションだな。これを見ると、ね、これも15時間前に2万8000回言ってるやろ、 Never give up、 絶対ギブアップするな、これファイトモードになってくるんですよ。わかる？これもファイトモードやろ。でこれちょっとスポーツ系なんだけどね、これもなんか、ね、Never quit みたいな感じで、When it hurts、 痛いんだけど絶対やめるなみたいな、ね、こういうマッチョな人たちが出てくるんやな、ね、でこれも結構ね、これ Work like hell ってあるやろ、これ、ね、地獄みたいに働きなさいみたいな、まさにこういう感じなんですよ。 Discipline、ね、Discipline を上げないといけないんだ。なんか女の子が出てくるんだけどね、ここは、うん、だからそういう、ね、これとかちょっと見てみる、面白いよ。僕ね、これもね、実は毎日見てたんですよ、朝起きたら。I am a champion! わかる？こういう感じでスパルタファイトモードになるわけよ。でこれは正直言ってなんかね、一時的にはいいと思うんですよ。一時的にはいいのね。こういうやり方をなんか2、3年やるっていうのは、まあ、2、3年は長いかもしれないんだけど、結構いいと思うんですよ。自分も本当に新しい会社を作るっていう、僕の場合もなんだけども、僕も新しい会社を作るっていう風になって、で自分の車も売って、時計も売って、全部の財産をこの自分の会社に突っ込んで、OK。あと2ヶ月で僕の貯金がゼロになると。マジ？
で売上がなんか月15万円なんだけど月のコストが250万とかいってるわけよね。ね、であこれはまあまあ全部僕のお金がなくなるなっていう感じでうわーってなって、だからもう本当に朝5時に起きて冷水シャワーみたいなの浴びてもうジョギングしてうわーとかやって、でこうやってファイトモードに自分をスイッチする努力やーみたいなのはすっごいいいと思うんですよね。でも僕が今日紹介したいコンセプトはこれをリアルにしなくていいっていうことなんですよね。まあ、やりたいんだったらぜひ、こういうのが好きだったらぜひやっていただきたいんですよね。マジマジ自分を本気のスイッチをオンにするっていうのはすっごいなんか怖いんだけどワクワクしてアドレナリンが流れてきたりして楽しいんだよね。でここで本当に気をつけないといけないポイントはこのような感じで自分をなんか責める、もっと努力しないといけないんだっていう感じで、そうやってリアルに自分をね、立ち上げて行動に続けることができたら素晴らしいんだけど、正直言って中にはそれできない人もいると思うのよ。マジそうやって自分の鞭を打って自分でわーってファイトやって、これ結構スパルタだと思わない？ね。でここのここが最初のコンセプトが役に立つことなんだよね。あなたが望んでいること、自分が本当にやりたくて成功したいとか、あなたが望んでいることは本当にあなたに必要なことですかっていうコンセプトなんですよ。ね、わかる？例えば YouTube っていうのを始めて、僕が YouTube 始めた時はなんかね、もっとチャンネル登録者が欲しいとか再生数が上がって欲しいとか、でも僕本当にそれ僕に必要だったのかっていうことなんだよね。で自分がブログをやっているとか新しいビジネスをやっているとか、もちろん必要なのはね、月のコストをカバーするっていうのはビジネス的に必要なことだよね。でそうしないと倒産しちゃうんだよね、ビジネスは。ね、でも例えば高級車が欲しいとか、もっとロレックスが欲しいとか、ね、こういう感じでなんか例えばコーチングのビジネスとかインターネットで調べたりマーケティングとか勉強すると結構なんか、ね、お金持ちみたいなコーチとか先生が出てきて結構高額なマーケティングのこうなんか50万とか100万とか200万とか300万とかもあるわけよね。でそういうのをリアルに買って、でそうするとあなたもお金持ちになれますよみたいな、そういうイメージのなんか宣伝、そういうなんかセールスなんだよね。で僕が言っているのはそういう形でひょっとしたら自分に必要じゃない自分の欲かもしれないわけよ。自分のハイアーセルフと自分のローアーセルフってあるでしょ、自分のエゴが。ひょっとしたらこれ自分のエゴが求めてることかもしれないわけよ。ひょっとしたらね、なんでねルイ・ヴィトンのなんかお財布欲しいの、なんでルイ・ヴィトンのなんか自分の家賃がね15万円なんだけどルイ・ヴィトンの財布が欲しいですってね、なんか自分のなんかその前にもうちょっと自分もっと広いところに引っ越しするとか、そういうコンセプトがなんかノーマルじゃないかなと思うんだよね。ごめんね、本当にルイ・ヴィトンの財布が大好きな人には申し訳ないんですけども、コンセプトだけね。だからこうやってなんか自分が有名になりたいとか自分がお金欲しいとか高級車が欲しいっていうのはひょっとしたら自分に自信がないからね、自分に自信がないからそういうエクステーナルな金みたいなチラチラつけるとね認められるんじゃないかっていう、実はこれ恐怖、ネガティブなところから入ってきているデザイア、欲かもしれないんだよね。ね、でそのような感じでね、自分の欲を自分のゴールにするじゃん、ね、自分のデザイアがこのちっちゃいエゴが思っていることをやると、正直言って何が起こるかっていうと現実にならない可能性が高いんですよ。高いんですよ。ね。で、何が起こるかっていうと、もっと自分ができないんだっていう不安が入ってきて、で、もっと行動しないといけない。もっと自分に鞭を打つ。で、行動ができなくなっちゃうと、何が起こるかっていうと、自分の夢は叶わないんだっていう絶望の落ち込みの、これが鬱につながる可能性も高いんですよね。ここがキーポイントなんですよ。わかる？自分の夢は叶わないんだって思い始めると、もっと行動しないといけない。でも行動は自分にはできないんだってなると、自分には幸せな人生を生きることができないんだってなって、バーンって波動が落ちるわけよ。自分の期限が落ちちゃうんだよね。ね。で、そうなると行動も止まるし、自分を責め始めるし、不安がいっぱいあるし、毎日なんか問題をリアルにしてるんだよね。本当は問題じゃないかもしれないんだけど。OK。じゃあどうするの、クリスっていうことなのよ。ね。じゃあどうするのっていうのは、ここを自分に本気で聞いてみるのね。ね。Am I getting what I need?
ね、これを聞いてみて。Am I receiving what I need? 本当に自分が必要なものとか必要なことって受け取っている？自分に必要なものは自分の人生の中にある、ね、例えば今夜寝る場所ある？今夜家に帰ったら寒いんだったら、ね、暖房つけられる？暑かったら冷房つけられる？水流れる？ね、仕事ある？生活できてる？わかる？ね、そのような感じで自分の人生に必要なもの、友達とか両親とのコネクションとか友達とのコネクションとか仲間とかね、なんか家族かもしれないよね、僕はワンちゃんかもしれないんだけど、僕も家族もそうなんだけどね、それを考えてみると、例えば僕がこれをやった時はね、あ、確かに僕の人生って本当に必要なものっていつもあったんだって、ね、もちろん怖い時もあったよ、ね、でそれがなんか、あ、必要なものって自分の人生にいつもあったんやっていうのが気づけるようになると、今度自分は幸せになれるんだっていうところに自然につながってくるのね。なぜかっていうと、前までは自分はできない、自分には欲しいものが叶わないっていう問題があって、その問題があるからね、不安を感じていたんだけど、この問題自体がなくなるのね。ね、でそもそもあなたに必要なものって何ですかって分かる？自分で自分に必要なものって、ね、例えば僕の場合は本当にグレー企業みたいなところに行って、なんか本当に自分がこれを望んでいないところにいたんだよね。でパワハラを受けたんだけど、僕はその経験があったから今リアルにね、ビジョンプログラムとかコーチングをやったりとか、こういう YouTube のチャンネルをやったりとか、本当に自分がなんか奇跡のような仕事を現実にしてるわけよ ね。だから本当に自分の人生に必要なものって、ちっちゃいエゴが考えているものじゃないわけよ。でもここが面白いのよ。ひょっとしたら今は辛い経験に見えるかもしれないんだけど、それが自分の人生に必要なことかもしれないんですよ ね。今辛いように見えるかもしれないけど、その問題があなたを本当に強くしてくれるコンセプトかもしれないんですよ。ね。ね。で、本当の強さっていうのはお金っていうこと。だから多分ね、ね、僕たちがお金で求めていることっていうのは、実は僕たちの心がそれを満足させてくれるんだよね。ね、どういうことかっていうと、お金があってもなくても幸せだぜ、ブレない筋が通っているニコニコしている生き方なんやな。な、怖いかもしれないけどそれはおかしいですって言って断れる強さなんやな。な、それがなんか本当に人間としてこの地球に生まれて、ね、この宇宙の中の地球っていうところに生まれて人間をやっていた一番力強いパワーのところじゃかなって僕は思うんですよね。なので本当にこれをぜひあのね、興味があったらちょっと時間をかけて考えてもらいたいんですけれどもね、そもそもあなたは自分の人生の中に何が本当に必要なのかっていうのが分かりますか？ね、物とかキャリアとかじゃなくて本当に自分の魂を成長させるものね。でそれが自分は本当に望んでいるんだっていうことに気づけるようになると、それをお祈りすることができる、ね、瞑想やったりお祈りしたりジャーナリングやったりで、本当に心の中から欲しいものはそのような本当の強さっていうか本当の幸せ、ね、でそうすると人生はいつもあなたに必要なものは出してくれるから、それも実際に自分の人生の中に手に入ってくることなんだっていう信頼を持つことができる。でそうすると今自分の人生に問題があるかもしれないんだけど、ニコっていうポジティブなアティチュード、ポジティブな気分向かい方で、問題で辛いかもしれないんだけど、これも絶対私には必要なメッセージがあるんじゃないって言って、期限を落とさないでね、ハッピーな状態で問題と取り組んで、逃げずに何を学べるんだろう、これから僕が変わりたいところ、変えないといけないところはどこだろうって言って、でじゃあどうやってやるんだ、難しいけどちょっとずつやっていこうよって言って、これが本物のなんか勇者の旅だよね。
で、問題から必要なことを学んで、学んだからもっと早く問題がなくなるわけよ。で、また次の問題が出てきて、こうやって成長するんだよって教えてくれると思うんだけどね。ね。なのでこのなんかね、すごいなんか自分の人生やりたいことがあるんだけど夢にかなわないんだっていう、これより怖いあの不安はないんですよ。僕も前そういう感じで結構思ってたこともあったんだよね。あの YouTube のチャンネル登録者を考えたりとか再生数を考えたりとかね。でも今はやっぱり本当にゆっくり自分の人生には本当に必要なものって実は流れてきているんだなって、でその流れ、そのフォースっていうのかな、それを心から信頼できるようになってきてるっていう感じです。 Alright you guys, thank you so much for checking out this video. でこのビデオね、いいなと思ったらぜひ LIKE ボタンを押していただければ幸いです。でね、このようなビデオを、まあ、毎週じゃないんだけどね、結構アップしているので、やりたいことを見つけていきたいとか、自分の本当にやりたいことで生きていきたいなっていうね、あとはマインドフルネスだよな、マインドトレーニングとかマインドを強くしたいっていうのに興味があったらね、ぜひチャンネル登録していただければ幸いです。 Alright you guys, thank you so much for checking out my video. であとね、月曜日の朝ね、日本の時間で朝6時半からライブやってます。で6時45分からね、みんなで瞑想やってるので、ね、よくね500人ぐらいが集まってね、瞑想やってるんですよ。月曜日の朝の6時45分に。やっぱり月曜日、特に日本の場合は月曜日って辛い時があるんだよね。やっぱりね。こうやって瞑想やるとちょっと楽になると思いますので、クリス、話が長いよ。OK!Thank you so much! Now I love you guys! Now see you next time! ありがとう!じゃあねー!